皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト7実況プレイパート39やっていきまーす。俺前回も38って言って、37って言ってたかな。まあやっていきたいと思います。はい、会長の幽谷攻略の続きでございます。このパールモービルの乗り物、そしてあとエビルドライブの乗り物を使って、崖を飛び越えたり、で、崖を登ったり、そういったアクションを、多用して進んでいくこのダンジョン。まあ、面白いです。一言で言うと面白いです。さて、今現状ね、この3人が、もうゾーンに入っちゃってる状態なので、いつ使おうかというところですね。この3人中の誰かが、光り始めたら使おうと思います。まあ多分マルティナそろそろゾーン状態が切れる頃じゃないかなと思うので気をつけておきたい。ヘルコンドルだよね。俺ヘルコンドルって1回でも戦ったっけか。あ、戦ってるね。じゃあいいや。お、レシピブック、雷電宿すブグの書。かっこいい。イカズチの杖、稲妻の槍。稲妻の槍は強いんじゃないか。今持っている槍で一番強いのがこのグラコスの槍。攻撃力が70と。まあでもこの順番からしても完全に強いんだろうなっていうところでしょうけれども、強いですね。ああ、強い。こういうのは、普通で85だもんね。あわゆくプラス3なんか作れちゃったら、攻撃力101ですよ。しかも素早さが上がる。魔獣の角か。魔獣の角。結構、レアリティ高い素材使うね。魔獣の角なんか1個でも手に入ったことあったかな。まあよくわかんないですね。もしあと今後手に入るようなことがあれば、なんとか制作してみたいと思います。よし。パープルアイ。敵が襲いかかってこないもんね。お、祈りの庭。いざという時の MP 回復にいいですね。いやー、なんかもうこのまま進んでいくとボス戦入っちゃいそうだからな。どうせ僕ら人とあれでしょ、多分ボス戦的な感じになるでしょ。使っちゃうか、スペクタクルショー。これであよくレベルアップしたら使って MP とかもね回復するでしょうし。さあどうなる。一応これ当たり外れあるんですよね。いいのかな。ほら来た。これやばいでしょ。
飛び出しませんよね。よし。お配り持ってメタル切りで確実に。でまたなんかこれで出したはぐれメタルってそんなに逃げないのかな。今逃げましたけど、はい、今 A 逃げた。あ、 A が逃げちゃったか。頑張れ。だー、もしあ、逃げた。なんてこった。せめて一体倒してくれ。くそ、よし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 、まだチャンスあるぞ。頑張れマルティナ。わあ、さすがキャンやってくれんね、カミュー。なんかカミューって言いづらい。レベルアップ。レベルアップ。レベルアップ。お、新しい呪文。ラリフォーマ。せいにもレベルアップ。ベロニカもレベルアップ。よし、割り振ろう。間違った。お、幸せの星取れたよ。幸せの星取れたよ。取れちゃいましたよ、いいの。いいんすか？いいんすか？マジっすか？え、めっちゃいいやん。装備。まさかのレアドロップ。強制的に呼んだ相手からまさかのレアドロップ。これは驚きですよ。スキル。献身スキルのこちら、配信プラス3。よし。そしたらですね、一応この肩的なとことん強化していきたいのと、あとミラクルソード、ギガスラッシュに関しては、とりあえず後回しにしておくとして、この回心率プラス2を取ったら新しいスキル、まあ一応両手剣かな、を上げていこうと考えています。神はあと4つ頑張って。そうだな、耐性と土耐性。土はともかく火属性は、やっぱ後半だってやっぱりね、ブレスとか、行為の呪文とかっていうと、だいたいこの辺危険になってくると思うんで。で、セーニャ。セーニャは、これどっちでもいいな。風にしようか。よし。光の旋律。光属性だから、イオ系だね。どうしよう、別にな、槍そんなに今欲しいと思ってないからな。光の旋律。光の旋律取ったら、ちょっとあれかな、二刀の心を覚えさせてみようかな。スティック二刀入れたと、当然回復魔力めちゃくちゃ高くなるだろうしね。シルビア。どっちにしよう。ハイパーファングを覚えさせたい。マルティナは今持ってないと。悟り。あれですね、最大 MP がプラス30。これでかいよね。で、次は、13ポイント貯めて、回復魔力プラス10、上げていきたいと思います。よーし。これで一気に、一気にっていうか、一気にってことでもないけど、
なかなかいい感じに強化できたんじゃないでしょうか。おっと、危ぶその爪、危ぶその爪ね、爪スキル取ってないからな。まあ上げれば強いんだろうけど、まあこっからどうか。ん、あれか、一体だけなんか色の違うやつがいますね。何をしてきた人間め、喋んの前、この音から落とさないぞ。ボタン押しちゃった。5000って感じではねえな、そんなに強そうじゃねえしな。じゃあまあ空飛んでるしな、とりあえず間違った。ここ行きましょう。リップだが、よし、寝かせました。ムーンサルト、プラチナソードに持ち替えまして、エウスギリ、バイキルトをかけます。さて、その回復に意味はあるのか。ギフトスハント、ムーンセット、早めすぎり、マルテナにもバイキルト、バイカーファング、うん、チキンのターン確実に倒した。相手がもう終わった。よし、弱い、楽しいなら。さあ、じゃあいただきますよ。シルバーオーブを見つけた。シルバーオーブ、ついに手に入れたわね。まさかこんなところにオーブがあるなんて思ってもみなかったわ。さあ鍋、この調子で残りのオーブも手に入れるわよ。はいよー。さあ、というわけでこれでオーブが5つになりました。残り1つ話しに行きたいと思います。で、ローが以前ちらっと話していたんですけども、クレイオランっていうところだったかなに、その魔法の鍵で開けられる場所があるらしいということで、自分もそちらの方にはまだ行ったことがないので、そっちの方に行ってみようと思います。やはり、白の入れから行くのが一番近い。いや、また新しい場所ですね。楽しみだ。おい。そうしますと、下の方を目指しましょう。
1体だけまあそうですね。ここかな。寒そうだな。早速これは何、お城の方に行けるわけ。なんだ、ちょっと怪しい雰囲気だな。クレイモラン。ん？キャンプ場らしいものはあるんですが、お、虹色の枝が強く光り出した。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。あ、じゃあ最後のオーブはここに。なんかテンポよく話が進んでますね。さあ着いたぞ。ここが美しき雪の都、クレイモラン王国。この国にはブルーオーブがあったはずじゃ。うー、寒い寒い。雪の都とかどうでもいいから早く中に入りましょう。入れる？あら？何か変ね。これ氷じゃない。みんな見て、縄文が凍ってるわ。どういうことだ。ああ、本当ですわね、お姉様。なんででしょう。やっぱりこの寒さで凍っちゃったんですかね。さすがにそこまで凍らないだろう。もうせいにゃ、いくら寒いからって縄文がこんな風に凍るわけないじゃない。町の人はどうやって生活してんのよ。確かに凍っておる。おかしいの。以前訪れた時はこんなことはなかったんじゃな。どうすんのよおじいちゃん。オーブはクレイモラーにあるんでしょ。これじゃ中に入れないじゃない。うん、どうやら正門からは入れんようじゃの。他に入り口がないか探してみるとしよう。となるとですね、あの左奥に魔法の鍵で開けられそうな場所があるので、とりあえずそっちに向かってみます。ここで、一応、セーブはできそうですけど、とりあえずルーラの場所だけ登録を済ませました。すんなり中に入れるでしょうか。うさぎ。ちこちだね。え、ってか待て、住んでる人々も全員凍ってない？ドラクエ6にこんな感じの街ありましたけどね。嘘でしょ？どうなってるのよこれ。城も町も人も全部凍ってるじゃない。ほらお姉様、やっぱり私の言った通り寒いから凍っちゃったんですよ。納得いってねえ感じ。いやいや、いくら雪の都といえど寒さで町が全て凍るなどあるはずがない。ひとまず町の中を調べてみるとしよう。これはひどいね。誰もいないのかな。あ、なんか万年雪。
お、人いるじゃん。寒くない？すみません、気がつきませんでした。まさか旅の方が訪れるとは思わなかったので。 あなたは無事なようね。どうして町が氷漬けになったのか知ってたら教えてくれない？あれは3ヶ月前の晴れた日のこと。何者かが突然町の上空に現れたのです。そう、あの姿はまさしく魔女。魔女？魔女ってほら、よく昔話とか伝説になっているいわゆる魔女のことですか？そして魔女が何やら呪文を唱えると、突如激しい吹雪が巻き起こり、すぐに町全体を包み込みました。私は吹雪の中で気を失ってしまい、目が覚めたら町は凍りついていました。私だけが助かった理由は分かりません。町ごと凍らせるなんてなんてひどい魔女なの。なんとか助けてあげたいけど、この氷私の呪文でも溶かせないわ。ところで、その服にある紋章、ずっと気になっておったのじゃが。すみません、紹介が遅れましたね。私はクレイモラの女王シャール。何？お主が女王だじゃ、じゃと？ということは先代の王はもう。はい、1年ほど前に亡くなった父から王位を受け継いで先に小町がこんなことに。私もうどうすればいいのか。私たち大変な時に来たみたいね。オーブがどうとか言ってる場合じゃないわ。オーブ？あれじゃよ、クレイモラン王家に伝わる家宝のブルーオーブ。わけあってわしらにはあのオーブが必要なんじゃ。ああ、あの青い宝玉のことですね。あれでしたら今お城の中にありますので、氷を溶かさない限り中には。なるほど、どっちみちどうにかして氷を溶かさないとオーブは手に入らないってわけね。もしかしたら魔女を倒せば氷が溶けるかも。実は数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退治をお願いしたのですが、苦戦しているのかな、全然音沙汰がなくて。そういうことなら私たちも魔女退治に協力しましょう。凍った人々を放っておくわけにもいかないでしょ。もちろん。ありがとうございます。皆さん、魔女は東のシケスビア雪原にあるミルレアンの森に潜んでいると聞きます。噛みやすい。ですが、森には魔女だけでなく、魔女に飼いならされた魔獣もいるので気をつけてください。魔獣か。覚えておこう。では皆の者、早速ミルレアンの森に向かおうとしよう。さてと、もう少し探索を続けてもいいでしょうか。多分今から向かったとしても、ね、ちょっと時間もあれなので、でもあれか、凍りつきまくってて探索どころでもねえか。建物の中にも入れそうにないですもんね。そうですね。収穫らしい収穫は万年雪一個っていうところでしょうか。何かないか、なんかあるよね。なんかあるけど氷のせいでいけない、なんかある気がするんだよ。そうな。なるほどね。はい、そういうことで、
まあそうですね、とりあえず次回は、その魔女を討伐するためにですね、そのミルレアンの森というところに行ってみようと思います。ここ外に出てみたら何かイベントとか起きちゃうかな。街から出たくらいじゃ大丈夫でしょう。湿気スビア雪原っていうところに入って、そこからあれですね、ミドゥレアンの森に入ればいいんですよね。そこの近辺の、まあ、探索お、可愛らしいスノーベビー、あ、面倒なんで考えてもらおう。あの鍋が一番ひどいっていう。これグリズリー？アイスコンドルだっけか。強っ。あ、豪傑グマね。しかし強いな、この主にこっちの攻撃が。にね、実は回収してるんですよ。こういう収集的なやつ結構好きなんで。なんかないかな。この辺怪しいね。ああ、落ちてた。お、氷の樹木だって。お、何あいつ何あいつ。もう結構いい時間撮影してるのにね。まあ、湿気スピア雪原の方は探索は次回に回ります。この辺だけ。つれえなー。楽しくてね、やめ時が見つかりませんね。前で来たね。
石柄のところにね、あれ、的が隠れてたりするんですけど、あったわ。やっぱあれのでっかい版とかいるよね、きっと。スノビはあれはもう完全に猫だよ、普通に。うん、まあこんなもんでしょうか。はい、では、今回はここまでにしておきたいと思います。さあ、この銀世界、クレイモラン地方、早速ね、なんか、魔女騒ぎということで、凍りついた城の、その元凶である魔女を討伐し、城の氷を溶かし、ブルーオーをなんとか、手に入れたいと思います。はい、ではドラゴンクエスト11実況プレイのパート39、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。